メンタリスト DAIGO さん、ひろゆきさんの切り抜き動画ですよね。それがものすごい流行ったからなのか、それを丸パクリしてるというか、自分の長いこと喋った動画をこういろいろ切り抜いたやつをこうメンタリスト DAIGO切り抜き公認っていう動画をまたされ始めてるみたいなんですけど、その中でひろゆきびいき N 国と立花隆はそろそろ政治家辞めたらっていう動画があったんですよね。まあ内容的にはまあ立花さんも大悟さん的には最初は期待して賢そうな人だなと思ったんですけど、もう負の連鎖に入っているみたいな感じのことを言ってたんですよね。こう最初はマツコさんとかテレビ局とかをこう敵対することによってその人々の興味を引いてたんですけど、最近はひろゆきさんとか言うてもネット界隈の人っていうその話題がこうダウングレードしていってると。だから小さく収まっていってるんじゃないかみたいな、なんかそういうことですかねっていう話をしていて、でさらにこう活動としてもその制度を改革するのが政治家なので、その訴訟したりとかそういうことをいっぱいしていてもしょうがないだろうみたいな話をされてたんですけど、僕はこう立花さんの行動をこうずっとウォッチしてるんですよね。動画とかツイッターとか面白いので、で最近の立花さんの凄まじいアイデアが、政党を特になしにするっていう考え方ですよね。少数意見をこう政治に反映させようとする、アイデアなんですよ。これはもう、はっきり言って、立花さんも革命って言ってるんですけど、発明かって言ってるんですけど、発明だと思うんですよね。なんて言うんですかね、いろんなことをやりたい人っていっぱいいると思うんですよ。小さなことというか、まあいろいろあると思うんですけど、動物愛護ですよね。殺処分をなくしたいと思ってる人っていると思うんですけど、それをやりたくても政治っていうのは、動かせないんですよ。その少数派の意見って通らないんですよ。国会で議論されないので、小さすぎて声が。でも、国政政党になれば、今現在浜田さんっていう人が NHK 党にはいるので、その人が国会で、発言できるんですよ。すごいことなんですよね、これは。で、その小さな声をいっぱい集めて、次の選挙に打って出ようじゃないかと。全部をまとめて特になしっていう政党に、ひとまとめにして。これは大きいと思うんです。大きいというか、すごいアイデアだと思うんですよ。もうそういうことも、この大悟さんは知らないのか、知ってて無視しているのかわからないんですけど、まあ、ひろゆきさんにしてもそうなんですけど、この大悟さんにしてもそうなんですけど、まあ、論文とか読んでてとか、知識ももう膨大にあって、僕から見たら二人とも天才的な頭脳の持ち主だと思うんですけど、で、いろんな意見とか言うんですよ。まあ、ひろゆきさんで言えば、このウイルスですよね。中国とか台湾とか、こう、撲滅に成功している国があるのに、日本はなんでそれができてないのかみたいな話とかよくされるんですよ。こういうやり方があるでしょうみたいな。いや、立花さん的な立場に立つ。いや、違うんですよと。やってくださいよっていう話なんですよね。そこなんです。そこが僕は立花さんを見てて面白いとこなんですよ。動いてるんですよ、実際。喋ってるだけじゃないんですよ。この辺が、この大悟さんとか、ひろゆきさんとかと、こう、人間の格が多分立花さんと違うんじゃないかと思うとこなんですよね。大悟さんとかすごく賢くて、いろんな論文とか知ってるんですけど、知ってるだけなんですよ。その知識を使って人々の役に立つようなことしようとしてますかっていうことなんですよね。立花さんの場合、みんながみんなに役に立つわけではないんですけど、僕も NHK ほぼ見てないんですよね。でも受信料払ってるんですよ。じゃあなんでその払わないようにしないかというと、もうめんどくさすぎるんですよ。それをやろうとするのが。だから渋々というか しょうがないので、もう毎月払ってるんですけど、まあ、とはいえ、全く見ないわけではないので、多少でも見るんやったら、もう料金払ってるのが、そら正義ですよね。だから、これがスクランブル化してくれたら、ものすごくありがたいんですよ。そっちに使ってたサブスクのお金を、別のネットフリックスなりなんなりに振り分けて、そっちを楽しんだりできるようになるかもしれないって思えるんですよね。そういう、実際動いてる人っていうのは、すごいいろんな戦略を立てていくんですよ。で、大悟さんはこの政治家っていうのは制度を変えるべきでしょって。
それをやろうとしてるんですよ、立花さんは。その制度を変えるために、どうやって動いていくのかっていうのをずっとやってるんですよね。まあ前、高橋陽一さんが、教育テレビの周波数を一部売却したらいいんじゃないかっていう意見を言ってたんですけど、それに関しても同じことなんですよね。僕も、あ、そのアイデアいいやんかって思うんですけど、じゃあどうやったらそれを実現できるのかっていう話なんですよ。高橋陽一さんがいくら言論でスピーチしても、こういうアイデアがありますよって、アイデア言うだけではどうにもならんのですよ。それを、このアイデアあります。だから私はそのアイデアを実現するためにこうこうこういう方法で実現していっていますっていうのを見せていってくれると、あ、すげえこの人そのままそれをやっていこうとしてるんやっていうことが見ててわかるんですよね。だから面白いんですよ。ドキュメンタリーとしても。でも、大悟さんとかひろゆきさんとかいろんな知識があっていろんなこう解決策とか言うんですけど、何か実行しますかと。こう、例えば、そのひろゆきさんであれば、こう中国みたいな、そのやり方をすれば、日本もそのウイルス防げるんですよっていうんで、じゃあ、やってくださいよっていうことなんですよ。どうやったらそれ実現できますかと、この日本で。中国のように、こう、熱ある人がちょっとでも発見したら、もうその人をこう拉致してというか、こう隔離して、っていうことですよね。もう家に帰さないらしいんですよね。熱出てる人がいたら、検査して。で、陽性になれば、もう即入院なんですよ。家に帰る前に。だから広がらないんですよ。そんなこと、どうやってやるんですかと。ってなるんですよ。だから、なんて言うんですかね。NHK を改革とか全くできてないじゃないかっていう話とか、そういうコメントとかって立花さんとか見てたらよくあるんですけど、いやいや、すぐに変わるんやったら誰も苦労、しないでしょっていう話で、しかもおもろないやんと、そんな見ててもこっちが、なるほど、そこが失敗したら次はこういうアイデアを出してくるのかっていうところが立花さんの見てると面白いとこなんですよね。だからこのなぜか大悟さんはこう上から目線で立花さんもこうもうオワコンやなみたいな感じのことを言ってるんですけど、何もしてない人なんですよね、実はこの大悟さんっていうのは。自分のためでしか動いてないっていうんですかね。いろんな知識をこうみんなに提供するんですけど、何のためか、自分がお金儲けるためなんですよ。立花さんの場合違うんですよね。 YouTube がいくらバズろうが何しようが広告がついてないので、金のためにやってないんですよね。そこが全然違うんですよね。そこが僕はこの人すごいなと、こんなに嫌われてんのにまだ人のために何かやろうとしてんのかっていうことですよね。どんな人やねんと。僕みたいなこう、醜い精神の人からしたら、すごい正義感の人やなって思ってしまうんですよね。まあ、だからこう、陰ながらしか応援できてないんですけど、だから逆にこの大悟さんの動画とかはもうなんか見なくなってきたっていうんですかね。単なるトークなんですよね、この大悟さんの場合は。でも、立花さんは行動を行ってるんですよ。そこが大きな違いっていうんですかね。まあそういうことを思いましたっていう話でした。次の選挙があったら僕は特になしに入れようかなって思ってるんですよね。そのすごいアイデアなので、これはまあそれだけの話でした。以上、芸術を僕は過ごしてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。